さて瀬山さん、はい、これはまた格闘技職の強い2人。そうですね、これ初対決になりますけれども、はい、まあ、高橋選手は柔道の経験があって2段だそうですね、はい、そして体がですね、はい、まあ、デスマッチ界のニューカマーと言われてますが、もうすごいですね。そうですね、はい、まあ、レスリングクラシック所属なんですけれども、はい、まあ、大日本プロレスという団体でデスマッチ、蛍光灯や有刺鉄線を使ったデスマッチも、はい、まあ、たくさん経験がある選手で、まあ、体の傷は、はい、まあ、そういう有刺鉄線とかね、蛍光灯の破片で切り刻まれた傷跡なんですけれども、はい、そうですね、まあ、今日はちょっとまた全然違うスタイルの、はい、さあ佐藤選手の方は普段はいわゆるキックボクシングのトランクスを着用して試合することが多いんですが、はい、まあ、今日はいわゆるロングタイツに、はい、まあ、レガースという。そうですね、このレガースも今日はかなり薄いですね、蹴りかなり得意ですから、そのあたりは高橋としては要注意ですね、はい、さあ構えをちょっと変えました。佐藤光であります。右に回り込む佐藤光、そして高橋正也、さあどう入るか高橋、うん、さあこれスレイして逃れました。佐藤光でやります。さあどちらがリズムを取るか、前に出る高橋、カウンターを狙うか佐藤光、おお強烈なローキック、これはちょっと効いたか。高橋選手ははい、レスリングニュークラシックでは多分田尻選手ぐらいしか、結構対応する選手がいないので、はい、蹴りの対応というところでは、はい、まあ、特にこういうもうバリバリ格闘技スタイルの選手というのはあまり対戦経験ないですから、ですからちょっとその中に入りたいんだが入れないという、はい、そんな感じですよね。で、まあ、佐藤選手はやや今重心を後ろにかけた構えなんですが、これも蹴りを出すための構えですね、はいはい、さあ左のジャブ出してまいりました。牽制か、中に入りたい高橋、それを許さない佐藤、ともに右に回り込んだ。さあ高橋どうするか、まずはこう距離を詰めて、はい、組みつくところからですか。あ、逆に行きましたね。片足のタックル、佐藤光がまずタックルで相手を転がそうとしておりますが、高橋正也95キロあります、上から覆いかぶさるようにして、さあバックを取りたいところだが、これグラウンドの展開、この攻防どうでしょうね、はい、そうですね、ただ佐藤選手も多分足関節狙う、ああそうですね、はい、上から狙う気配を見せてますから、はい、2年目27歳の高橋、対するは14年目33歳の佐藤。さあここはどうでしょうか、どう出るか。さあこれもですね、ももですね、ももの裏側、これは高橋にとってはね、あまり経験のないような、お、さあちょっと詳しい表情、逆にこれで火がついたか。高橋どう出るか、強烈なローキックを浴びてしまいましたが、まあこれね、蛍光灯の痛みとは全く違うタイプですね。そうですね、さあ力で持っていく、上になった、覆いかぶさる、170センチ95キロは高橋、172センチ92キロが佐藤、上になるか。さあこれ足を使って、はい、下から相手をコントロールしてるわけですね、はい、さあ腕を取りに行く高橋、アームブロックの体勢に入れれば締めたものなんですが、それを許さないか佐藤光、上からマウントの体勢を取りました、はい、さあここから覆いかぶさってどうでしょうか。さあ打撃か、打撃、はい、強烈な打撃、なんとかガードしている佐藤光であります。体重がありますからね、そうですね、はい、まあ、あとこの先ほども言いましたけれども、はい、リングが通常のものよりちょっと狭いので、はい、まあ、関節の場合どうしてもちょっとロープが近くなってしまうというのがありますから、うん、こうポジションですね。そうですね、なるべくリングの中央で転がしたい、そしてサブミッション狙っていきたい。さあここ、ま、あ腕、あ今腕ですね、これね、はい、腕の蹴りというのが慣れてない選手は効くんですよ。なるほど、骨が近いです。あ、そして今度はローキック、さあバックを取るか、バックを取ってスリーパー、同時のスリーパー、同時のスリーパーか、さあスリーパーに入っている、スリーパーに入っている、なんとこのディフェンスをしている高橋でありますが、後方からの攻撃、さあ佐藤が、さあこっから腕つき、腕つき十字、さあ腕つき十字の先生、伸びるとそうですね、テコの応用、テコの応用です。さあここで一気に持っていくか、体を寄せる高橋、さあ徐々に、おしかし下からしながら決める、違う、まあリングが狭いのがちょっと幸いな感じですよね。しかしやはり佐藤光、一瞬にして関節を決めに行く、肘ちょっと痛めたか高橋でやります。伸びてはないんですけどね、はい、今度は肩ストンピング攻撃、
その腕を取りに行く。さあ、左上げていきます。佐藤光でやります。デスマッチで目立ちました高橋。しかしベースは柔道、格闘技職の非常に強い両選手の戦い。いきましたね。肘です、肘。5分経過。これはやはりあの経験値というところが、はい、大きくこれ明暗を分けてまいります。そしてキックボクシングなんかですと、はい、結構あの腕を蹴られて折れちゃう選手っていますからね。そうですね、苦しくなりました。ミドルキック、そして腕の付け根、これ多分腕への関節を一つフィニッシュの狙いどころにしてきてるのかもしれないですね。あー、なるほど、完全にもう腕狙い、一点集中であります。佐藤光であります。佐藤独壇場、隙のない攻めですね。そうですね、今回の主催者篠瀬が最も痛かったカードと言っておりました。この両者の戦い、そして意地を落としてまいります。佐藤を光る独壇場、高橋のちょっと良さがですね、はい、今消えてますね。そうですね、なんとかもっと動く展開に持ってった方が高橋選手としては勝ちを出せるんですが、はい、ちょっと動けないという感じですね、はい、赤コーナーサイド完全に捕まってしまった。そしてフライングライヤー投げに行った。背中、後ろや背中越し、そしてフォールの体勢に入った。片指は佐藤光であります。カウントは2カウント。この試合初めてのフォールになります。そうですね。さあ、高橋に対する声援が飛んでいるが、今のところちょっと劣勢の高橋。ダブル MC の高橋、そしてパンクラスミッションの佐藤。脇固めの体勢に入りました。脇固めの体勢に入った。クロスペースに入っていくか。脇固めですね、ここは脇固め。さあ、足でロープを下げる、足でロープを下げる、ロープブレイク。しかし相変わらず佐藤のペースなんですが、これ高橋どうしたらいいですかね。そうですね、まだこう相手を、例えば高橋選手飛び技とかも持ってるんですよ、はい、ですからこうロープに走るような展開に持っていけると活路もあるんですが、なかなか今ちょっとそこまで持っていけないですね。そうですね、なんとか流れを変えたい高橋。このまま行ってしまうのが佐藤。あえて受け止めているような、この流れがやはり蹴る流れが変わってしまう。蹴る一発で流れが変わってしまう。ロングタイトルはパンクラスのその文字が光っている佐藤光であります。ファンクラスミッションの佐藤光、 WNC の高橋正也。高橋はちょっと自分のプロレスができていない。本日のセミファイナル、やや一方的な展開。ロープに送った。さあ、これをかます。さあ、どうだ。さあ、ここはペアです。得意のパターン、ここからいざなっていくんでしょうか。高橋、そうですね、ここは一気に攻めたいところ。ようやく巡ってきたこのチャンス、生かさない手はない。突進する、全体重をぶつけていく。さあ、ブレンバスター、高速のブレンバスターです。ここからどうするか、一旦間を取って、全体重を乗せていく。高橋どうだ、本当は2。このままガンガンいった方がいいですね。そうですね、はい。ただ佐藤選手も、はい、プロレスの中で自分より大きい相手とも試合やってますし、はい、これ打たれ強いですからね。ああ、なるほどね、はい、どう攻めるか高橋、チャンス到来。しかしこの蹴りでまた流れが変わってしまうのか。ブロックした高橋。さあ、トップ、投げ倒しました。腕は痛いが、そんなことはもう言っていられない。大物佐藤光を振るか、金星なるか。高橋バックを取るか、バックを上がっている、バックを取った。さあ、ここからスープレックスを狙っていくのか。しかし佐藤も腰を落としてディフェンス、ロープブレイク。いや、これどうだ。ここからジャンプもありますよ、はい。今度はロープを再び使う、ロープの反動。しかし、うまい、足うまい、うまい、カリマさんから今度は足だ、足だ。さあ、完全に決める、はい。さあ、決めている、足を完全に決めている。ロープに距離がある、距離がある、距離がある。決めてしまう、決めてしまう、決めるぞ、決めるぞ。佐藤が決める、佐藤が決める。どうだ、ロープはもうすごいな。ロープブレイク、今のは早かったですね。さすがですね、はい。一瞬足を取りまして、サブミッション狙っていったんですが、あと一歩。しかし攻撃の手が緩めない。ローキック、そしてミドル、
面白いように決まっている。おお、ドロップキック。ドロップキックが出た。重量感があふれるドロップキック。高橋のせいであります。高橋選手の左もものあたりがもう変色してますね。そうですね。すごい色になってしまいました。さあ、これどう攻めましょう。そうですね。まだまだ大技出してないのもありますし。はい、これ起き上がらない相手に対してね、これどう攻めるか、はい、起き上がらせるのか、うん、寝た状態で攻めるか、今ちょっと迷ってるところだと思うんですが、なるほど、10分経過、どうするか。10分経過。さあ、チョップを放っていく。あえて起こした。お、あえて打撃戦に挑むのか。山本一発ずつ張った。さあ、今度は高橋の番だ。リングに上がれば先輩後輩関係ない。さあ、高橋が打つ。しっかりとそれを受け止めた佐藤ヒル。そうですね。さあ、高橋行きましょう。一言だけ言ってやろう。もう一回。一言だけ言ってやろう。大したことないと佐藤光が返答すれば、高橋はどうする。さあ、これ意地を見せてほしいですね。そうですね。お、頬を張ってこい。もう一発張った。佐藤光は膝をついた。これは効いたか、痛かったか。さあ、でもこれはそっちに一言言うわ。そっちに向けて一言言うわ、はい、全然痛くありません。全然痛くありませんと。これが佐藤の返答でありました。放送風景の返答であったわけであります。さあ、今度は高橋だ。さあ、これは張った。痛くはないかもしれませんが、効いてはいますね。効いてます。さあ、佐藤光はどうするか。効いているのか、痛いのか。さあ、ここはどうする。効いていたか、痛いか。佐藤光はどうする。ヘッドバット。すごい音がした。今は どちらが有利ですかね、須山さん。普通打った方が有利なんですが、はい、頭は高橋選手の方が硬かったみたいですね。なるほど。さあ、今度はすごい音だ。女性ファンから悲鳴が上がり始めた。脳が触れる。一瞬シーンとなりました、その瞬間。さあ、もう一度行くんでしょうか。待ってるよ。さあ、シーンとしてください。痛い。凄まじい音だ。打った佐藤選手もかなり痛いでしょう。膝下が伝わってくる。そのプロレスだ。さあ、踏ん張るか両者。今度は高橋の番か。さあ、首、ネックロック、ネックロック。誘ったのは高橋。いや、失礼、佐藤だ。佐藤が、しかしここで高橋が持っていった。持っていったスープレックス。さあ、チャンス、チャンス、チャンス。バックを当たる。さあ、出前のジャーマン、ジャーマンスープレックスホールド。高橋選手、額が切れました。ああ、そうですね。しかし、ニヤリとしております。ニヤリとした。お、マウスピースを外した。これは多分、昨日か一昨日のデスマッチで切れた傷が開いたんですね。なるほど。さあ、ジャックハマー持っていけるか。捉えて、ネックロック。ネックロック、フロントのネックロック。ガッツリ入ってます。ガッツリ入っている。佐藤光、ネックロック。これを同回していけるか。高橋、踏ん張れるか、残せるか。しかし、両足踏ん張って持ち上げる。ネックロック。佐藤か、それとも中橋か。ネックロックは佐藤光。かなり入ってますね。タップアウト。最後はネックロック。